用途変更は、使用者が使用する対象物を当初の用途から他の用途へと変更することである。不動産、動産も問わず、関連法規によって用途が定められている場合がある。これに反すれば違法となる場合もあるし、用途外使用の手続きを必要とする場合、用途変更の手続きを必要とする場合など、対象物と関連法規により扱いは様々である。 本校では主に日本での事例について述べる。建築基準法では建築物が居住用や文教用、医療福祉用、商業用、工場用といったいずれかの特定用途のために建てた建築物を他の用途へと変更することを指す。日本でのこのような場合には通常、新築と同様に法令に基づく建築確認や完了検査の手続きが必要となり、 当該地区で認められていない用途へは変更が許されない。工作放棄地を農地から山林などへその用途を変更する場合には市町村等の農業委員会へ用途変更を申請することになっている。家畜は繁殖用や常用などその用途が定められており用途の変更には一定の手続きが必要である。馬の例で言えば農用、常用、競争用などに大別されている。 競争用馬を乗用に変更すると用途変更となる。これ以外にも競争馬が引退する場合に乗馬用や繁殖用に馬の用途を変更する場合などにも用いられる。乗用にされる牛人との関わりにおいて動物はその用途によりなどに分類することができる。多くの家畜品種は特定の目的にかなうように品種改良を受けており生まれながらにして用途は定まっている。 例えば、乳幼牛であるホルスタインを常用とするために生産するものはいない。一方、家畜化されていない動物の場合、例えば一般に野生状態の像には、生まれながらの用途というものは存在しないが、展示用、あるいは常用や軍用に捕獲された結果、用途が生じる場合がある。はじめから、複数の用途を前提として生産される家畜もいる。 アイガモ農法のアイガモは農用に供された後、食肉用となる。スペイン文化圏には、闘牛専用の牛品種があるが、闘牛で殺された牛は、食肉用となる。絹を取った後の蚕は、餌として家畜に与えられたり、人の食用になることすらある。しかし、様々な事情でこうした本来、当初の用途から、別の用途に転用となる場合がある。 例えば、レース用の電書バトを乱用にしたり、鑑賞用の鯉を食用にしたり、展示用のイルカを軍用にすると、本来の用途が変更されたことになる。法令や組織の定款に基づいて、登録・管理される動物では、その用途が変更になる場合は、所定の手続きが求められる場合がある。死役動物が、調教や順地によっても、望ましい働きが見込めない場合や、 過励や疾病によって本来の用途にかなわなくなった産業動物や刺激動物は当初の用途から退くことになる。多くの場合は他の用途に当てられることになるが、それが肉用や皮用である場合、それはその動物にとって死を意味する。以下に日本での家畜に関する実例を述べる。犬の場合、日本では身体障害者補助権法によって、 身体障害者補助権の規定があり、指定団体による認定を要する。つまり、現に身体障害者の介助に用いられている犬であっても、法の定める認定を受けていなければ、その犬は身体障害者補助権ではない。ただし、同法では認定と取り消しだけが定められており、例えば仮にある犬が盲導犬を引退して、愛願用になる場合でも、手続き的には、 身体障害者補助犬の取り消しが行われるだけであり、愛眼用へ転用になったという事実は、法的に記録されるわけではない。牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に、関する特別措置法に基づく牛、トレーサビリティ制度によって、すべての牛は11の種別に分類されて、独立行政法人家畜会医療センターへ、個別登録することが義務付けられている。ここでは、牛は、 乳用肉専用種、鉱雑種の3種に対別される。これは、血統登録に基づく分類であり、乳用種が肉専用種に変更となることはあり得ない。例えば乳用種の場合、オス牛は当然、乳用とすることはできない。子牛が誕生した、酪農家が、繁殖用、愛顔用とすることも、理論上はあり得るが、現代の日本においては、食肉用に転売される。 以外の可能性はほぼ皆無である。過去の日本においては農用や兼用となる場合もあった。この子牛が落農家から育成農家、飼育農家へ転売される時点で子牛が食肉用となることが事実上確定するが、この場合用いられる術後は落農家から育成農家への移動であり用途変更ではない。牛トレーサビリティ制度は食の安全性の観点から 牛肉を管理するために創設された制度であり、すべての牛が食肉加工を前提として管理されているからである。したがって牛トレーサビリティ制度は牛を個別管理する上でその牛が農用なのか、兼用なのか乳用なのか肉用なのかは管理していない。品種としての乳用種、肉専用種とは別である。日本の馬のうち55%は競争馬である。 ついで多いのが農用馬で約25%を占める。ただし、現在の日本では、いわゆる農耕用馬は少ない。食肉用に育成される馬は、肥育用と表現される場合もあるが、統計上はこれも農用馬に含まれている。例えば、万葉種のブルトン種は現在日本ではもっぱら肉用に使用されている。万栄競馬の万葉種も統計上は、 農用場に分類されるが、農用場全体の約5%に過ぎない。競争用や農用以外では、乗用と在来場に分類されるが、実際の用途としては競技用、観光用、技典用などがある。かつては、乗用、軍用、農用、県用、休費用など様々な馬が生産されていた。日本では競争用場とは、しかるべき組織、団体により競争用場として、 登録を受けた馬である。サラブレットは競争専用の品種であり、生産された時点で競争馬となることが期待された馬であり、競争馬として順地育成されるが、上記の登録を受けていないサラブレットは競争馬ではない。競争で淘汰された競争馬は競争という本来の用途に適さないことが実証された馬であり、競争用から退くことになる。加齢や疾病によって、 競争能力が衰えたり喪失した場合も同様である。競争用から退く場合は、この組織にその旨を申告するが、その際には登録抹消後の用途を申告することになる。例えば競争用場として JRA から地方競馬へ転出する場合は、地方競馬である。競争用場以外の用途になる場合は、用途変更として扱われる。種母場や繁殖品場となる場合は、 繁殖、農用や兼用になる場合は、農場や市役、その他研究用や乗場など、後の用途を申告する。死亡の場合は、閉止、単純に用途を失う場合は、廃用となる。こうして一度、管理から外れるとその後の管理は行われない。登録を抹消される、競争場の統計は存在するが、その後の統計は存在しない。 常用馬として転出した後に食用になったとしても元団体はその事実を感知しない。特筆すべき血統的背景を持つ場合は繁殖用となる。この場合繁殖用の馬を管理する団体によって登録を受ける。ここでも繁殖用途から外れる場合は競争用馬の場合と同様にその後の用途を申請して登録を抹消される。 一旦管理から外れた馬が転売された場合、その後どこかで公式に何らかの用途登録を受けなければ、それ以降の用途の記録は残らない。この場合、提出した側からは、転売不明と表現される場合もある。JRA では競争馬が登録を抹消される、場合はその自由が公表される。ある競争馬が引退後に肉用になることを大ピラに、することを望まない場合、 一旦乗馬として登録を抹消してしまえば、その直後にもう一度用途変更して吐殺して加工したとしても、その事実は容易には知られない。繁殖用馬も同様で、繁殖用を廃用になった場合、辞儀通りには単に繁殖の任を解かれたというだけであり、余生を牧場でのんびり過ごすということもあり得る。しかし実際には、経済的な理由で用途のない馬を使用できない。 場合は、食肉用に屠殺される可能性が高い。なお、JRA が海外に居住しながら、JRA の場所登録を行う本邦外、居住者場所申請者向けの資料によると、日本にはフランス等と同じく馬肉食の文化があり、引退した競争場についても一部加工食品の原料として利用される場合もあります。と明記しており、引退後の競争馬の食肉用途への転用が、 間接的ではあるが、JRA も認知していることが裏付けられ、用途転用は、食肉転用の歪曲的な表現であると捉える、ものもいる。愛好家が、品種改良や訓練を行うことを、農林水産省が統括する刺激動物となっており、足場の装着と所有権登録、迷い場との引き取り、ワクチンの接種などが義務化されている。ありがとうございます。